ーアワードは京都コンピュータ学院の学生が開発・制作した作品の中から優秀な作品を選抜し、公開プレゼンテーションによって最優秀作品を決定するイベントです。就職活動前の学生や内定者の方が擬似的にゲームで学ぶことにより、そして数々の失敗と成功を経験することにより、プロジェクトの成功とは何なのかを学ぶというものになっております。次から押していただきますと、個室の画面が表示されます。こちらで画面をタッチしていただきますと、今回はですね、役員とのゲームのコンテンツ自体に関するトラブルが発生します。このように約1ターンにつき20ゲームをしていただくことになります。今まで、楽しく学んでいろんな、勉強していたと、今度は、それを実践して楽しく仕事していくということにつながっていくような形のゲーム。ダンゴムシにはあれほどの小ささにもかかわらず外敵から身を守る高度な手段を持っています。それらを再現することに面白みを感じ、去年から私たちはこのダンゴムシ型ロボットを作り始めました。このように歩行し、もし前に壁が察知されると方向転換を少々行い、また前進を始めます。こちらのタッチセンサーに触れることによって丸まり、そして丸まった状態で転んでいても一度ちゃんと起き上がり、また歩き始めます。丸まるという、そのアイデアというのはひょっとしたら、もっとバカでかいもので、仮に、津波なんかが来たらあるものを守るとか、そういうのに使えるかもわからないなと。ぜひご覧ください。そしてお楽しみください。実写上のカメラの動きと 3D ソフト上のカメラの動きを合わせることを言います。マッチムーブに撮影した動画をまず読み込み、左側のソフト 3D ソフト上に先ほどのマッチムーブで割り出したカメラの動きを読み出すと、このように 3D ソフト上で再現することが可能です。自分たちの作品を、YouTube とかいろんなところに上げてアピールして、はい、ぜひハリウッドを目指してですね。ツールとして初心者でも使いやすい汎用的な CG エディターを備えております。デザイナーだけでも利用ができるというのは、プログラマーのみを主観とした以前までのノアルライブラリでは考えられなかった大きな進歩です。ポチポチとマウスで置くだけで簡単に3D 空間上にルートを生成することが可能です。マウスで設定したルートを敵が簡単にたどると、そういうものができます。いずれはこのライブラリは一般公開し、誰でも利用できるようにしたいと考えています。すでに次期バージョンであるノアルライブラリ 6.0 の開発も行っています。ノアルライブラリは日々進歩し続けます。学生の間にそういうものをもうすでに用意されているということは、やはり見事だなというふうに思いました。プロジェクト演習としては例を見ない、学科も複数にわたり回線も上と下が入っているという非常に、珍しいチームなんですが、ジャンルは 3DMMORPG、 なんと KCG 初のジャンルの開発となります。キャラクターメイキングでは名前の記入、髪型、性別、髪の色、瞳の色、肌の色、それぞれを自由に変更することができます。パーティーを組んでいると歩くことはリーダーに一任され、このようにリーダーの後ろにメンバーがゾロゾロついてくる形になります。に見えたエフェクトが表示され、戦闘中というのが外から分かるようになっています。あれだけたくさんいた敵もパーティーを組むことで簡単に倒せました。他の学科の方とか他の学園の方と一緒にされたっていうことで、すごく、それでもかつクオリティの高いものを目指したっていうのがすごくそこからも伝わってきたのですが、ついに公開してですね、今メモハックはいろんな方に使っていただいております。
センチサイズのメモをツイッターアプリのような手軽さで無駄のないように使いたい、このような思想のもと作ったメモサービスがメモハックです。メモを作成してみます。トップ画面に先にパソコンで投稿したメモが表示されています。 Android でもスライドさせて追加の読み込みをすることができます。右に入力を補助する機能が並んでいるので、それらを使いつつメモを作成していきます。パソコンやスマートフォンで書いたメモはメモハック API を介してサーバーのデータベースに保存されます。 Twitter や Facebook タグをつけた際はメモハックサーバーを経由して Facebook や Twitter に自動的に投稿される仕組みになっています。いろんなところに工夫があって、それが非常に実用的でとってもいいアプリだと思います。ドメインと呼ばれるインターネット上の住所はこれまで .com や .jp などの少数に限られてきました。ドット京都を活性化させるために京都の観光に関したアプリを考え開発を行いました。観光マップ機能では Google マップ上に寺院神社などの観光地ごとに分けたアイコンを表示して、アイコンをタッチするとそのアイコンの詳細情報が出るようになっています。観光地の情報は重要ですが、観光地情報のみでは足りないと考えます。旅行先で病気や地震などにあった時の対策は考えられているでしょうか。病気になっても安心なように急病診療所や各病院の診療科など、地震にあった時のために広域避難場所やそこへの避難経路などの情報が必要だと考えます。だやっぱりその時にそのドット京都でこう最新のリアルな情報がこう分かって、かつそのまあナビゲーションしてもらえたら本当にもっと楽しく観光できたかなと。まずは創立50周年特別賞の発表です。メモハックです。皆様大きな拍手をお送りください。基本的には僕らが欲しいサービスだったので、自分たちの使いやすいようにこれから開発していって、で一般の方にもちゃんと使っていただけるように負荷対策とかもしていけたらなと思ってます。はい、本当におめでとうございます。皆様もう一度大きな拍手をお送りください。ではいよいよ最優秀賞を発表したいと思います。ゲーム学科米山哲平さん、ノワールライブラリー 5.0 です。同輩及び後進に強い感銘を与えました。委員長からおめでとう。非常に嬉しいです。ありがとうございます。友達の相方のチェスターが、まあ、このプレゼンのためにいろいろと、まあ手を打ってくれて、そのおかげで、まあ、皆さんにいい印象を与えられたのかなと思います。会場に親が、父と母がいますので、その二人に伝えたいと思います。今日のプレゼンテーションを見て来年は自分が出場したいと思った方も多いのではないでしょうか。次年度の 作品制作もぜひ頑張ってください。以上をもちまして KCG アワード2013を終了いたします。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。また来年お会いしましょう。